あなた、たまには一緒に散歩でもしない？いい、俺は家にいる。そうですか。じゃあ今日は外食でも。たまには二人で食事に出かけたいなと思うんですけど。いい、家で食べる。わかりました。じゃあ一人で出かけてきますね。行ってきます。お、私はトキコ、年金暮らしの80歳。旦那のシゲルさんとは結婚して今年で60年になる。シゲルさんとはお見合い結婚をした。60年間一緒にいても無口で何を考えているかよくわからない。しげるさんは私と結婚して本当に幸せだったんだろうか。後悔してないんだろうか。それを聞かずに天国に行くのは心残りだな。でもきっと聞いても答えてはくれないだろう。ちょいちょいちょい。ん？どうかしたのかい？そこのばあちゃん、占いやっていかないますか？占い？うい、スモモはマザースモモ、とっても優秀な占い師。4年に1回当たる。4年に1回、オリンピック並みだね。それって本当に優秀なのかい？おそらく。いや、そこは自信を持ってよ。というか、お嬢ちゃん今何歳だい？5歳。まだ当たってないからそろそろ当たる気がする。とりあえず手を出せください。はあ、わかったよ。どうせ暇だし占い師ごっこに付き合ってあげるかね。どうだい、何かわかったかい？おお、わかった。めっさわかった。わかりすぎたます。何がわかったんだい？寿司屋。お前のラッキープレイスは寿司屋。寿司屋行くと生きててよかったって思えるます。信じるか信じないかはお前次第。はあ、寿司屋ね。料金は当たったらビスコくれりゃいい。ああ、ああ。では残念無念、また来週。何だったんだろうね。ラッキープレイスは寿司屋か。出かけるのが嫌いなあの人のことだ。一緒に行ってくれないだろうし、一人で行くのもなあ。って、なんで私はあんな幼い子の占いなんて信じてるんだろうか。忘れよ、今日のことは。ただいま戻りました。今ご飯を作りますね。あれ、上着を着てる。もしかしてしげるさん出かけてたんですか？ちょっとな。そうですか。私が誘っても来てくれなかったのに。おい。ん？何でしょうか？今週の土曜日寿司屋に行くぞ。え？駅前の寿司屋だ。いいな。はい、わかりました。って、え、寿司屋ですか？なんだ、嫌なのか？寿司は嫌いか？いや、嫌じゃないですけど。じゃあ行くぞ。あ、はい、わかりました。どういう風の吹き回しだろう。しげるさんから外食に誘ってくるなんて、結婚してから初めてかも。でも楽しみだな。駅前のお寿司屋さんって言ったら最低でも5万円はする高級寿司屋。何を着ていこうかしら。そういえばすももちゃんの占いのラッキープレイスが寿司屋だったな。これはただの偶然？もしかして本当に生きててよかったと思えるのだろうか。そんなわけないよね。そして土曜日。おい、行くぞ。わかりました。予約してくださったんですよね。ありがとうございます。別に大したことはしてない。そんなことより間に合わなくなる。急ぐぞ。あ、はい、すみません。
相変わらずぶっきらぼうだな。まあこれがしげるさんだよね。予約してた北村だ。えい、北村様待ってました。さあさあこの席にどうぞ。ありがとうございます。いや本日はお越しいただきありがとうございます。じゃあ予約の時に伺ってたものでいいかい。ああ頼む。5万円分のあれで。本当に俺やめた方がいいと思うんだけど。くどい。そんな睨まないでくれよ。わかった、作るからよ。どうなっても知らないからな。コースか何かを頼んでくれたんですか。すぐにわかる。そうですよね。どんなお寿司が出てくるのだろうか。本当に楽しみでしかない。きっとほっぺたが落ちるほど美味しいんだろうな。そんなお寿司をしげるさんと食べられるなんて幸せだ。おい、お待たせ。どうぞ。あ、どうした。これは納豆巻き。えい、納豆巻き大盛りだ。どこからどう見てもそうだろ。今日はこれだけだ。納豆巻きだけですか。おい旦那さん、奥さんショックで絶句しちゃってるじゃねえか。やっぱり納豆巻きだけはさすがにひどいって。違うの握るから。5万円で納豆巻きだけなんてやばいだろ。ほら奥さん泣き始めちゃったぞ。泣き止んでくれよ。サービスで何でも出すからよ。お代も今日はいらねえ。違うんです、ショックなんじゃなくて嬉しくて嬉し涙なんです。あ、嬉しい。どうして。ただの納豆巻きなんだぞ。私にとってはただの納豆巻きじゃないんですよ。しげるさん、覚えててくださったんですね。どういうことだい。ごめんなさい大将さん、泣いてしまって。実はですね、納豆巻きにはこの人との思い出があるんです。ああ、お腹すいたな。たく、あ、いやごめんなさい、帰ってたんですね。独り言です、忘れてください。これでも食え。あ、私の大好きな納豆巻きだ。どうしたんですかこれ。職場で出た飯だ。俺は腹いっぱいだから食え。それ嘘ですよね。嘘じゃない。絶対に嘘ですって。今日もお昼何も食べてないんじゃ。食ったと言ってるだろうが。こうやってしげるさん、職場で出たお昼ご飯を持って帰ってきてくれるんですよね。自分は食べずに。そうだ、じゃあこの納豆巻き半分こしましょうよ。半分。はい、どうぞ。これしげるさんの分です。何やってるんだ。全部お前が食え。俺は腹いっぱいだと言ってるだろうが。嫌です。夫婦たるもの何でも分け合うべきです。幸せも食べ物も。美味しいです。ありがとうございますしげるさん。はい、しげるさんも。あーん。おい、押し込むな。どうですか、美味しいですか。うまい。よかったです。やっぱり納豆巻きって最高ですよね。あー本当に幸せ。トキコ。ん、何ですか。今は貧しくて納豆巻きを半分しか食べさせてやれないが、いつか腹いっぱい納豆巻きを食べさせてやる。楽しみにしてますね。でも私は納豆巻きをしげるさんと半分こするのも幸せですよ。あの頃貧しくてまともにご飯も食べられなかった私たち、あの頃のしげるさんは今よりもう少し話してくれたんだよね。歳を取るにつれてどんどん無口になっていったんだ。でもおしげるさんがあんな昔のことを覚えててくれたなんて。いい話じゃねえか。本当にいい話じゃねえか。涙が止まらねえよ。泣きすぎだしげるさん。食べていいかしら。ああ
もちろん。いただきます。とっても美味しい。やっぱり納豆巻き好きだな。でもやっぱり大将さん、半分こにしてくださらない？あ、どうしてだ。そんなことしなくても今は腹いっぱい食べられるぞ。あの頃を思い出しながら食べたいんですよ。なんだそれ。ダメですか？いいが、俺に任せてくれや。涙で前が見えねえ。手を切らないようにしないと。そして私は納豆巻きをしげるさんと半分こした。本当に美味しいし幸せです。確かにうまいな。でもどうして高級寿司店へ？せっかくだからとびっきりの納豆巻きを食べさせたかったんだ。そうですか。本当に嬉しいです。私正直愛されてないんじゃないか、しげるさんは結婚して後悔してるんじゃないかって不安だったんですよね。本当に良かったです。あの世からのお迎えが来る前に愛されてるって分かって。分かってなかったのか？はい、正直しげるさんは私と結婚して本当に幸せだったんだろうか、後悔してないんだろうかってずっと考えてました。そうか、やはり伝えるってことは大切なんだな。俺は幸せだし後悔などしてない。しげるさん、今まですまなかった。夫婦だから何でも分かってると思っていた。言葉にしなくても。いいえ、謝らないでください。でもどうして急に伝えてくれたんですか？ピンク髪の占い師のおかげだ。あ、ピンク髪の占い師？もしかしてスモモちゃんのことですか？どうして知ってるんだ？あ、私も占ってもらったからです。そういえばラッキープレイスはお寿司屋さんとか言ってた。当たってる。そうか、トキコ、実は俺も占ってもらったんだ。あ、そうなんですか？おい、そこの部長ずら、止まりください。もしかして俺のことか。失礼なやつだな。スモモは失礼なやつじゃない。だってちゃんと敬語使ってるだろう。マス、それは残念ながら敬語って言わない。じゃあスモゴか。そんな言語はない。めんどくせえ。そんなことよりまずはスモモが占ってやる。マス、スモモは4年に一度占いを当てるめっさすごい占い師だから。4年に一度オリンピック並みじゃないか。そんな感覚でしか当てられない占い師はすごくないだろう。とりあえず騙されたと思って手を見せろください。おい離せ、勝手に手相を見るな。ああわかった、めっさわかった。何がわかったんだ？寿司屋、お前のラッキープレイスは寿司屋。奥さんに日頃の感謝を伝えるべし。さもないと一生後悔する。信じるか信じないかはお前次第。感謝なんかわざわざ伝えなくてもあいつは分かっているはずだ。俺が感謝してるってことを。俺たちは夫婦だからな。もう60年も一緒にいるんだぞ。なあ、夫婦だからって何でも分かるわけじゃねえ。ありがとう。ごめんなさい大好き。ちゃんと言わないと伝わらねえ。言葉の力なめんじゃねえ。マス、お前こそ大人をなめるんじゃない。おい、ちょっと待てます。言葉か。でもあいつの言うことも一理あるかもしれない。本当に伝わっているのだろうか、俺の気持ち。伝えてみるか。そんなことがあったんですね。ああ、あいつのおかげで伝えられた。本当に一生後悔するところだったよ。すごい占い師だな、スモモは。ですね。私もあの子の占いの通り生きててよかったと思いましたし。ちょっとトイレに行ってくる。ああ、行ってらっしゃい。そうか、スモモちゃんがきっかけであの人はこうして寿司屋に連れてきてくれたのか。ありがとう、スモモちゃん。
仏頂面で愛想は悪いけどよ、いい旦那さんじゃねえか。そうですね、私幸せ者です。待たせたな。お帰りなさい。って、はあ、ほら受け取れ。これは見てわかるだろ、バラだ。今日は結婚記念日だからな。結婚記念日、覚えててくれたんですね。当たり前だ。999本ある。いつもありがとう。今までついてきてくれてありがとう。本当にお前には感謝してる。しげるさん、こちらこそありがとう。いやいいね。あ、やべ、また涙出てきた。そうだ、ばあさん、999本のバラの花言葉知ってっか？え？知らないですけど。そうか、帰って調べてみろよ。もっと生きててよかったって思えるぞ、きっと。はい、こんな素敵で嬉しい結婚記念日は初めてだ。その後、大将さんがさすがに納豆巻きだけじゃということで、他のお寿司やお酒も出してくれて、本当に幸せな結婚記念日になった。よかった、しげるさんの気持ちが知れて。きっと私が死ぬ間際には今日のことを思い出すんだろうな。本当に本当に生きててよかった。そしてそれから5年後、しげるさん、今日はいい天気ですね。そうだな。相変わらずぶっきらぼうですね。うるさい、これが俺だ。知ってますよ、そんなあなたが好きだったんですから。そうか、しげるさん。なんだ。私はおそらくもうすぐ天国に行きます。一人にするのは不安すぎるので、もう少し愛想よくしてくださいね。余計なお世話だ。というか生きろ。俺を置いていくな。こんな不愛想な男を置いていくなんて白状すぎる。自分で言いますか、しげるさん。私もできたら一緒にいたいです。ずっとずっとしげるさんと一緒がいいですよ。だけどわかるんです、もうお迎えが来るって。でも私全然怖くないんですよ。なんでかわかりますか？そんなの知るか。わかるわけないだろ。じゃあ特別に教えてあげますね。あれから毎回結婚記念日にしげるさんが999本のバラをくれたからです。999本のバラの花言葉、何度生まれ変わってもあなたを愛するですよね。何度生まれ変わってもあなたが来てくれる、そう信じてるので、死ぬのなんて怖くないんです。むしろ楽しみです。またしげるさんと会えるのが。お聞こう。絶対に絶対に私のこと探してくださいね。私信じて待ってますからね。ああ、トキコ、必ず迎えに行く。必ずだ、約束する。しげるさん、先に行って待ってます。トキコ。こうして私は天国へと旅立った。スモモちゃん、4年に一度しか当たらないとか言ってたけど、2回も当ててたじゃんね。そのおかげで私はこんな幸せな気持ちで旅立つことができた。ありがとう、スモモちゃん。そしてしげるさん、しげるさんにまた会える日を私は心待ちにしてます。そして5年後、じいちゃんとばあちゃんにもらったビスコ、こんなに食えねえからやる。2人で天国で食えください。なんだ、スモモ来てたのか。ああ、平次、
相変わらず暇そうだな。暇じゃねえってな。こう見えて忙しいんだよ、いろいろ。ほらよ、じいさんばあさん、納豆巻き、破格臭くなるぞ。いいんだよ、こいつらはこれが好きなんだから。そうだ、半分にしてやらないとな。はい、これでよしだ。天国で仲良く食べろよ。それとも、もう生まれ変わってんのかもな。どうだろうな。スモモの占いだとどこにいてもあいつらは仲良いし。4年に一度しか当たんねんだろ。いや、そうでもないみたいだったまいし。なんだそれ。そうだスモモ、今からうちの寿司屋に来るか。おい、ウニたくさん食べるまいし。ベーケ、そんな高いもの食わせっかよ。納豆巻きしか出さねえっての。ケチくせえ。じゃあな、じいさんばあさん。じゃねむねん、また来週。